こんにちは。こんにちは。こんばんは。ネムネムボーイのひなりです。たくみです。はい。今日はですね、ずっと行きたかった、はい、韓国のアンクックの駅にあるディズニーのキャラクターカフェにやってきました。インスタで見てて行きたいと思ってたの。めちゃめちゃ可愛い。行こう。こんにちは。こんな感じ。どう？かわいい。今ね、근데평소에도많이입을것같아요。わ、アイロンもあるよ。わあ。すごい。めっちゃ選び放題。帽子がいっぱいある。どれにかぶろう。今は衣装が決まってネクタイ選びに移りました。どうですか。めっちゃむずい。いや、青だ。青か。わかりました。まあ確かに華やかは華やか。バックエビブローチ付けをコピーしてみました。かわいい。めっちゃかわいい。私が頼んだのはストロベリーヨーグルトと、はい、こちらメリカのでございます。カップがいっぱい種類があって、私はこういうのがいいなっていうのをちょっと希望伝えたんですけど、多分伝えてれば空いてたら多分これがいいって言ったらそれに入れてくれるぐらい優しいお兄さんでした。じゃあ飲んでみて。いちごヨーグルト味なんてスムーズ。なるほどね。店内が本当にかわいいの。これは可愛いわ。美味しかった。ごちそうさま。食べ物も食べたかったけど、お腹今日いっぱいだったから、また今度食べに行きたいな。めっちゃ美味しかったし、量もたくさんだからね。ゆっくり、喉乾いた時にはちょうどいい。はい、というわけで韓国のディズニーの可愛いカフェを紹介しました。美味しかったし可愛かったし最高だね。強かった。ピンクのね、テラス席もあるの。外に、今テラス席なんだけど、今はちょっと寒いけど、もうちょっと暖かい季節だったらいいかなと思います。メインツアー、あんまり数はないけど色によってちゃんと分かれてる。白シャツにジャケットベストって感じですね。ネクタイも選べるね。女の子はワンピースの他にこんなブラウスもいっぱいありました。フリルのブラウス、これね、ハイウエストのリボンになってるようなスカートもたくさん種類があって、色違いも豊富ですね。ドレスは色ごとに分かれてるイメージ。私が着たのはででーん、後で写真も見せると思うんですけど、このワンピース、私がいいなと思ったのはこれも迷った。かわいいカーキのワンピース、同じドレスがね何着もあって、白とかシンプルめなのが好きな人はこういうのもいいのかな。あとはシックなのだとこういうのかわいい。ピンクではフリルのフリフリみたいなのもあるし、中のシックはこんな感じ。結構いろんな種類が豊富。今日ちょっと可愛めがいいかな。こういうのもありますね。可愛い。そして撮影のスペースが自由にあって、ここで撮りました。
お花とかね、額縁も置いてあって、これね、なんかちょっと昔っぽい時計とか、え？違うか、写真立てここに携帯も挟めます。そして時計とネクタイが並びます。ここでね、一アクセサリー1種類ずつは借りれる。蝶ネクタイもあるし、パンチング帽とかもある。女の子はカバンと帽子、ちょっと昔っぽいね。これが私がかぶったシリーズです。カバンもね、この箱からやーっと種類がここですね。リボンはこんな感じでいっぱいありますが、パールのネックレスもあります。アイロンもストレートとカーレとピンとゴムとあるから超充実。リングルームは2つなのでちょっと待つかもしれないですね。早い時間だと空いてるのですぐに終わるみたいです。着替え終わりました。はい、ということで、なんか完成形の動画を撮りそびれ、フィッティングと紹介と写真ばっかり多分なってると思うんですけどなんかね、英語書ってか喋れなくても困ることはそんなないよね。ない。注意事項も日本語で書いてあった。料金の案内とかも全部日本語で書いてあるところだから、多分事前に予約していた方がいいのと、あと朝が早い方が多分混んでないのかなっていう感じがしました、うん、あと多分選べる、うん、一番私が行ったのは11時だったけど、まあ、ちょっとほどほどには混んでた。だからもうちょっと早い方がより選びやすいし、着替えも楽かなって。はい、ということで韓国の衣装レンタルの紹介でした。ちょっとなんかレトロな服装着てみたいな、まあ、こういうの好きなんだなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。これからも韓国動画続くよ。イエーイ。続くよ多分